い、大家好，叫伊安三爷。三爷就帮三爷会晤。今天上位派那个计划，为什么你来台湾呢？然后今天的对象是日本太太，太太。其实很多人已经有问，她真的是太太。今天的话，我要解释这个部分。然后为了让大家了解康纳桑的事情，我要摆她的一点，这样子。好，那我们出发吧。想和你说些晚安。おはよう。痛い。カレー。いや。カメラ。ちゃんと起きて出ないね。何時に起きたの？わかんない。カナさん、おはようございます。今日は一日密着なんで、嫌がらないでください。やっぱ早いですね。早い早い。もうママの後は。来るなら、もう早く起きないと、6時半ぐらい。すごい！日本の朝ごはん。そうそうそう、和食和食。遠足なんだから早くしなさい。今日遠足なんだ。じゃあ食べよう。はい、いただきます。何してんの？なんか早く。ブッチちゃん、これまでの皮だけ食べてるじゃん。今天的话，我也想说，カンナさんだ、ダオさん。じゃあ、卵焼き食べてみますね。どんな味？ごめんなさい、ちょっと味が。あげない。あげない。いや、美味しいよ、でも。すごいね、この。ちゃんとしてる。やっぱ彼はあれなの？日本の朝ごはんが好きなの？ママが今日は特別で作ったから私もあかんの。え、やっぱ撮影だから特別に作ってるのかな。うん。やめてよ。だから昨日頑張ってご飯買いに行ってた。え、なんで四角いフライパン買いに行ってね。そうなんだ。バレちゃうんだね、やっぱそういうのって。サナさん、ご飯食べないの？ダメだ、もうそんな時間ないよ。まあ、ゼリー食べてる。もう忙しいから。忙しい忙しい。今日は何の準備？なんかイーランに行くらしい。遠足なんだ今日。今冬休みで塾みたいな。へえ。でまず友達と一緒に。彼納豆好きなの？いや別に。別に？普通かな。でもちゃんと食べれるんだね。ああ。やっぱりね。ああ。でも納豆の時さ箸が落ちる。ネバネバ取ってるんじゃねえよ。ネバネバ取らせてよ。おお。おお。好，那我们现在开始访问康纳太太。你好。你好。康纳さん。はい。你为什么来台湾呢？因为我希望女儿会修很多语言。哦。所以希望 Karen 也会说中文，还有英文。因为我在东京的时候 ，Karen 去英文学校，但是他不会说得好。为什么？不知道。不知道。土日とかにインターナショナルスクールを探して入れてたりもしたんですよ。まあでもその大きくなってからこう勉強するより友達と遊びながら語学を自然に身につけた方が多分楽しい。この勉強しても使わない人もいるじゃないですか。で結局語学ってコミュニケーションの一つだから、別にテストでいい点取るためとかじゃなくてコミュニケーションのために私は必要かなって思うから、なんかそういうところも入れてみたんだけど、あんまり英語力も伸びなくて、高いお金払って東京にあるインターナショナルでこういう土曜日のコースとかがあってに入れたりもしたけど、あんまりならないんだけど、台湾に来て平日は中国語の学校行ってて、でも自然に勉強してないのに結構もう喋れるようになってて、もしかしたら理解してたけどアウトプットする場がなかったのかな。じゃあ逆に台湾だと英語を話す機会があるってことなのかな。多いですね。あと私が最初来た時は中国語喋らなかっただから、基本外に出れば私は英語喋ってて、それをカレンは聞いてるから、なるほど。多分それが大きい。カレンは今まだ6歳、もうすぐ7歳で日本語、中国語、英語を一応ある程度喋れるってことになるね。それはすごいことですよね。パッ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 
なーに、なにこれ、ネバネバしてるじゃん、この変なおもちゃ。これ自分で作りました。すごい、ほら、行くって、カレ行くってよ。こう台湾で生活してるとやっぱり日本と違って全部簡単じゃない、うん、当たり前のことが当たり前にできなかったりとか、うん、なんかそういう環境を与えることもなんか大事なんじゃないかなとか思って、なんか自分が困難になった時に考えて解決する力って多分すごい大人になってから大切だから、そういうのはなんか学ばせたいなって。やっぱそういうのはもうカナさんの経験が元になってるわけですね。その語学を必要だったりとか、その語学学ぶのも日本人の人も結構大学入るためとか就職するためとか、分かる、この英検が何級とかなんかそういうのって別にあればいいんだけど、うん、対して生活の上で必要ないんじゃないですか。必要ない。そう、なんか私そういうのは別に無理やりやらせるつもりはないし、うん、本人がやりたければ勉強ってするから、そのだからそれを無理やりやらせることによって英語とか中国語が嫌いになるよりは友達とその楽しく学ばせないと、自分が嫌いだったから勉強、うん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 、だからそれはすごいありますね。まあでもそれ共感できますね。できます。僕も中国語1年間大学でやってたんですけど、成績一番悪かったですか。でも今は結局誰よりも中国語喋ってるみたいな。だから結局いろんな経験させた方が、こう机に向かって答えのある問題を解くよりも答えのない問題を繰り返した方が将来役立つ。学校では学べないような人生に必要なことはいっぱいあるぞと。いろんな親も自分の娘とか息子をいい学校、いい大学に行かせるために頑張るじゃないですか。でも好きでもないことをやらされ続けたら絶対いつか爆発するし、それだったら興味を持つように環境を整えてあげた方が自分でやりたくなるから、それがすごい大事かなって。確かに。ということでここで、まあ、重大発表というか、もう薄々ご存知の方は、イジェンチーダオだね、インガイチーダオガンナタイタイカイラズージーダピンドジョーチャオケケチャンネル、ケケチャンネル、カンナカレンケケカンナさんくんカレンイチーダピンダオ、楽しみですね。楽しみ。私あんまこの辺来たことなくて、もしかしたらカメラのバッテリーも減ってるかもしれない。あー、確かに、ね、確かに。あ、めっちゃ使ってるやつばっかり。如果喜欢这个影片的话，按赞、按订阅，然后给我们留言。谢谢大家，拜拜。好，那我们现在回来到看那啥大家，看那啥，哎，看那啥，看那啥去哪里？おお、偉いですね。洗わないと作ったら。まあそうですよね。作って終わりじゃないですか。カレンも蓋とは。そう、大体帰ってきてすぐ掃除、なんか部屋の掃除もだし。音が入っちゃう。僕は洗います。いつも大変だと思うんで。任せてください。え、やったことあります？あるわ。はい。手が乾燥しちゃいます。そうそうそう、だからこれつけてんの？あ、つけるつける。だって荒れるから。やっぱそういうの気にするんですね。する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 。なんか日本にいた時は普通に食洗機使ってたんですよ。だけどそうなくて、台湾あんまり。さっきそのカレンのね、言葉の話はしてて、もうすごいスピードで上達してるらしいですけど、カナさんはどうですかね。え、でも私なんかそんなに別にコンプレックスは持ってない。別にできないとも思ってないし、まあ住んでれば絶対良くなる、うん、まあでもとりあえず とにかく人に会って喋ってます、うん、まあでも確かにコメント欄にカナさんの情報は人部很快みんな褒めてますからね。ありがとうございます。さすが。じゃあ彼に負けないように。負けてる今。もう負けてる。でもまあカレンが良かったらいいや。まあどっちかができればね。あのできないところを補っていく感じで、そういう親子で。親子でもそうなんだ。親が全部補うんじゃなくてね。でも子供ができることは褒めてあげないと。決して自分がサボるとかそういうわけではなくて、ね、そういうわけではない。まあ親子で助け合うっていうのは確かに親が全部助けなきゃいけないなんてことは。うん、だって正直子供産んでから子供に教えられることの方が多いですよ。こう親が世話をしてるっていうより親になって気づくこととか。
くさんあるから、なんか一緒に成長してる感じだから楽しいんです。あ、それは素敵じゃないですか。じゃあもういいですよ、中国やんなくて。いや、やる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 、ちゃんとやる。勉強。勉強。宿題。アンナさんにも宿題があるというわけですね。なんか私あんまりこう机に座って勉強するのはあんま好きじゃないんですよ。うん。ちょっとごめんなさいね、さっきから。あ、ちょっとお茶飲もうと思って。だからできるだけ外に出て勉強するようにはしてるんだけど、さすがにやっぱりこの漢字が。覚えなきゃいけない。この聞いて分かっても見て分かんないから、うん、それでちょっとなんかあの宿題を増やしてって先生に言って。真面目じゃないですか。そう、そうで最近はなんか YouTube やるって決めてから増やしてもらった。えらい。いや、そんな隠さなくてもいい。いや、なんか撮るんだったらもっと綺麗に書いとけばよかったと思って。いや、だからその彼も言ってましたけど、撮るんだったらじゃなくて、やっぱ日常が大事なんですよ。バレるんで、やっぱり。そうそうそう、バレて、もういいや。ザオ、ミジンゲン、ライブ、ゼンハザオ、ミジンゼンハゼンハゼンハ一応ここ以来嘛是啊我今天是大家直接用的今天的考试你准备了吗准备的差不多了应该可以考得不错日本人从学校就开始学汉字おお、でもなんか全然読めるんですね。そうそうそう。いや、結構ね、授業も会話を中心でやってもらってるから話せるようになったタイプ。やればできる？やればできる。カレンにもすごい注意される。ああ、発音悪いって、うん、キューなのか、チューなのか、どっちみたいな。ああ。ママ食べたいの？行きたいの？どっちみたいな。賢い。結構教えてもらう、だから覚える速度が違うんですね。さすが。かなさんは結局今1年ぐらい経つんですか、うん、台湾来て。そうですね、9ヶ月、10ヶ月経ちますね。どうですか最近は、なんか趣味とか。この最近私、ボクシング。ボクシング。毎週毎週来てる。現在日本大体開始ヌアンシェン。但是好像他跟平常有一点不一样的那个运动选手的那个心情。プロっぽいじゃないですか。これ自分でやらないとダメなんだけど。あ、そうなんだ。本当は自分でやるんだ。まだ覚え途中。B 型的散落。那等一下要复习一下，那再教你 B 型的散落。听得懂吗？所以老师完全不能讲日文。もう一度。もう手応えは。手応え、今復習って感じ。あ、どうですか、汗めっちゃかく。まだ大丈夫。なんかインスタとかにボクシング行ってますって載せるんですよ。したらなんか感じないのでああでもそれはもうなんか最初に撮るから、そのあとはもう撮れない。撮れないぐらいぐちゃぐちゃな。ぐちゃぐちゃ。なるほど。お疲れ様です。僕もやりますわ。見てるとね、やりたくなるわ。かなさん、僕を殴ってください。ベロビー。ワン。おお。ワン。ゴー。ワン。これは無理だ。我们还有十秒钟。無理だ。我们要把一百下完成就好了。我教你一个日文。無理。無理是什么？不行的意思。不行。那我们现在 PK 吧。好 ，PK 看了。OK。Go。一。One two。Three。Eight。One two。OK 吗？OK 吗？张姐，我
守るためにボクシングやってるんだ。いや、そうです、ね、いや、私こう見えて結構運動好きなんですよ。見えないですか？あ、でもなんかこう活発なイメージはあるかも。結構いろんなとこ興味を持ってるという。そう、なんかとりあえず何でもやってみた方がいいから、合わなかったらやめればいいし。ボクシングは合ってると。なんか結構好きですね。コーチはあんまりこんな感じで言ってなかったけど。分かった、うん、中国語だからね。あれは言葉の問題であって運動能力の問題ではないです。私もともとテニス部のキャプテン。あ、そうなの？そうそうそう。知らんかった。もうじゃあなんかできそうじゃない？もうなんかハマると私もうとことんやるから。じゃあなんか2年後とかプロボクサーに行ってるかもしれない。そこまでは。ここはカレンの写真コーナー。そうそう、カレンの写真ばっかり。ハーフバースデーって何？生まれて半年の時に。へー、なんか日本最近結構流行ってるかも。そうなんだ。別に撮らなくてもいいんだけど、うんうん、なんかこういう可愛い写真っていうか、いっぱい写真めっちゃある。あるね。なんかこういうのも、あの誕生日、うん、毎年誕生日にディズニーランドに連れてってて、プリンセスになるの。さすがディズニープリンセス。誕生日のためにこんなそうそうそうモデルみたいな写真を。モデルの娘ですね。でも今年はちょっとディズニーランド行けないから、まあ落ち着いてから撮ればいいかな。めっちゃある。じゃあちょっと台湾に来て今困ってることとか。困ってることはでもそんなにないかもしれない。意外と解決。最初何か困ってました？いや、最初ゴミ出し。カレンとこう初めて2人で住んで、うん、あのゴミ収集車、うんうんうん、にこのゴミを捨てに行かなきゃいけなかったんですよ最初、うん、それで日本って例えば一軒家とかマンションにないところだと下に置いとけばゴミ収集車がこう取ってってくれるけど、うんうん、はい、だからもう常に時間見ていつゴミ捨てに行こうみたいな。でカレンがこう音聞くとあーゴミ。そこも助け合いで教えてくれてね。でその時に最初新入りみたいな感じで、うんうん、なんか私ゴミ袋も違ったんですよ。なんか指定の買わなきゃいけなくて、はいはいはい、普通の袋でこう持ってて最初、うんうんうん、でそしたら台湾人の人が話しかけてくれて英語で、うん、最近来たのみたいな。でそうですって言ったら、なんかゴミ袋はコンビニで売ってるから買ってきて。そうなんだ。 で今回は私が言ってあげるからって言ってくれて、うん、で助けてもらって。優しい。次からゴミ捨て行くときにカレンがその人を見つけると、あの時助けてくれた人だみたいな、うん、もうなんか覚えてて、やっぱそう助けられたこと、うん、だからその時にカレンに、なんか自分がこう助けてもらったことを人にしなさいって。すごい。だからそういうのもここに来てよかったと思って。教えれることがたくさんあって、うん、なんか日本にいたら全部が当たり前だからやってもらうことってないじゃないですか、うん、人に。だから6歳の子に助けてあげることを教えるって難しい。何もなんか優しくしてあげなさいって言っても、うん、子供って分かんない、何が優しさか分かんないじゃないですか、まだ、うん、でも実際自分が一回経験するとそれを困っている人がいたらやってあげようってなるから。すごいいい話。まあ、うん、ちょっと引っかかるの、助けてもらったのは、まあ、カンナさんであって。確かに彼はそれを見てたわけで。でもも覚えてる、やっぱそういうママが助けてもらったこととか。ママの代わりに恩返しをしなさいと。一緒に助けてもらった。ああ、そうですよね。一緒、二人一緒です。共同体ですよね。好，那下一个问题，其实这个问题是最多人想问康纳さんの问题，就是康纳太太的太太。啊。太太的部分，先我解释一下，因为我跟他人。第一次见面的时候是那个一起去夜市乐桥的时候嘛，那个是我们的第一次见面的机会。然后那时候的话，因为他也有台湾的对象，所以叫他太太。但是后来分手了，对啊，然后现在是单亲妈妈。其实真的有些人真的很好奇，因为这个在 YouTube 的平台的话，男生跟女生一起拍片的时候一定有这样的话题。然后那时候看了上那个手上也没有戒指，所以这个跟三人一起拍试试，以为会嘛，他一定会担心这样子。嗯，所以那个没有戒指的理由也是这刚刚的那样的理由，也不是约会，一起认真工作。嗯，来。全然多分一番やりにくかったとは思う。私があの公開してなかったから別に。まあでも別に そんな改めて言うことじゃないですもんね。うん、所以其实有些人那个在留言欄问我们、うん、
面的关系，谢谢。然后我是你的老公，会做的朋友，会在一起的。那是就是这样子，然后我们也是好朋友嘛。嗯。まあスタッフみたいなもん。違う違う、はい。サムネとかも一生懸命作るし。そうでも本当にすごい助けてもらいました。解説時は。パソコンがねあんま得意じゃないんですもんね。そう。なんか日本から1個パソコン持ってきてたんですけど充電器を持ってきてなくて充電器を持ってきてなくて開いてもなかったんですよ、うん、でも買いに来ました。えらいえらい普通だけどな充電があるのはランフォー今天的话我们刚刚去拍的ドンドンドンキリーベンダンチンママカナさん第一次体验台湾的ドンドンドンキ。他的视角的话，虽然我们是一样的日本人，但是他的话，妈妈或是女性的视角，所以也有不一样的内容。所以大家一定要去看，然后订阅 KK Channel。もうやる気満々なんですか？もう更新していくぞと。そう。もう SD カードいっぱいになる。すごい。やる気満々じゃないですか。なんだけど編集が間に合わなくて、載せたいのはいっぱいあるんだけど、ちょっと頑張ります。カレンのためにみたいなのが多いですよね。このなんかもう昔からユーチューバーになりたいってずっと言ってて、あそうだ。じゃあカレンのためにまあチャンネルを開いたと。でやっぱり一人で全部はやっぱ子供だからできないから、うんうん、まあそれをサポートする意味で自分が入るほどりながらまあ私たち親子の成長を見ていただければ素晴らしいですよ。子供をサポートすると、それをサポートしてるということですね。シッシ。なるほど。好，结束了。今天的话，体验看到他的一天半天嘛，好像真的很忙碌耶。妈妈还是很辛苦，辛苦了。でももうこれがもうずっとこれだから慣れましたよね。これでまあ今はまあお昼ですけど、また朝と夕方が一番大変。ああ、そうなんだ。まあお昼はある程度自分の時間だけど、4時ぐらいにまたあの。カレンを迎えに行って一緒に鬼ごっこして。ダーレンレイラ。で夜またご飯一緒に食べてみたいなそういう感じですもんね。カナさん一人でも大変なのね。上がってくる言葉もあんま通じない。そうみんなになんかよくやってねって言われる。でもなんか自分で決めてきたからそれぐらいは覚悟して。就是这样子。如果多多想了解カナさん的话，就看 KK Channel， 那边也有自我介绍的影片，很流利的中文。今天的话，一起去东东东期待影片哦。好，那今天的影片结束，谢谢大家，拜拜。和你说声晚安好吗？和你做些什么好吗？我内心的独白需要你的回答好吗？想和你闯进人间的花